ビジネスは、ビジネスは、フランスの作家オクターブ・ミルボーの三幕もの、三分喜劇。ビジネスは、ビジネスは、1901年10月の、モリエールの館での脚本審査委員会、上演却下に至る、悶着の後、1903年4月20日、コメディフランセーズで公演、大成功を収め、世界の舞台、とりわけ、ドイツ、ロシアで喝采を博し、世界各国後に、 薬室、一世紀この方頻繁に上演され、その成功は揺るがなかった。この作品は、モリエールの系譜に連なる偉大な古典喜劇であり、芝居化された生きた性格の病室が、いわゆる、ベルエポックの見上げた風俗と結びついている。三単一の法則時間の単一、場所の単一、そして筋の単一マイナスが遵守されている。 ペルシ地方の上官で一週間過ごすうちにビジネスになくてかなる大日刊紙も意のままに扱う成金不合意自動持ドールル社はおのが財力と社会的信用をさらに増強しうる二つの事業に手をつける。すなわち一方でスポンサーの必要な二人の電気技師、グルックとファンクからの収益の見込める水量豊かな発電開発の提案を受け入れ彼らに 自分の心情を押し付ける。かたわら、彼は、娘のジェルメーヌを、隣人で、ポルセレ公爵という、自分の言いなりの破産貴族の、息子に目合わせようとする。しかしこの計画は、娘の抵抗に遭う。ジェルメーヌは、反抗し、知的にも、性的にも解放され、父を裁き、父の強奪により貧困に苦しみながらも、自由を選択する。 人を死に追いやる冬より貧困を選び、彼女は父の使用人である、ルシアンガローという科学者の愛人と出立する。そして、彼女は彼を選んだことを誇りにするが、それは当時の批評家に深い衝撃を与えた。彼らの目には彼女は横島な娘に過ぎなかったのだ。中央の人物イジドールルシャー、そのルシャという姓も、暗示的ながは、都合で実業家、貸しない捕食者であり、 首都の経済激動、世界的発展時代の申し子。彼は一切お金に換算し、経済、メディア上の権力を築くが、それは、アコギな将来のビジネスマンを予告する。政府と参謀本部上層にお預けも食らわせば、カトリック教会とも、たやすく共謀する。彼は、負者の徹底が貧者を無慈悲にも押し潰す、経済制度のシンボルとして、下劣で、 おぞましい。だが、彼は、桁外れの性質、ビジネスにおける直感と、明潔さ、そして精神力を有し、これらはとりわけ、ケチなペテンシファンクと、グルッグとの、二つのいざこざを通じ、観客の簡単を呼ぶ。そして、ミルボーは、どんな善悪に言論も拒否しながら、次のことを認めている。この捕食者は、それなりに、理想主義者で未来を思考し、 やはり生産力発展に貢献しているのに対し、ポルセレ公爵は、時代遅れの伝統から抜け切れない、規制階層を体現し、欺瞞に他ならぬ名誉を盾に、色あせた意向を滑稽なほど正当化しようとする。広く知られている、この題名が意味するように、金銭は憐憫を、感情と道徳を、排除し、自らこと垂れりとする。廃金主義の支配し、べてが売り物で、 商品価値を持つ世界では、後輩をもたらす金銭の力は、知性、心情、そして、制度一切の堕落に貢献する。ビジネスは、イジドールル社のような信仰も起きても持たないイカサマ氏が、何の罰も受けずに、最も弱く最も貧しい者たちから、かすめた何百万という金を蓄えることを可能にしているので、それは合法化された悪徳行為に他ならない。 1 9 9 4百9 9 5年の、この戯曲の再演が400回に及んでいることが、示すように、この非神話化は、その力も、その強敵意義も、何ら失ってはいない。しかし、イジドールル社の支配的レビドーは死に直面、最愛の息子グザビエが、父からの金で身を滅ぼし、実測55キロの自動車事故で自殺、し、そして愛に直面、娘のジェルメーヌが、 父長心理骨の玉残しを拒否し、無力と化す。しかしながら、よくシェイクスピア的と形容される結末で無一物に出したと思い込み、ひしがれ、地にまみれた父親は、ついに立ち直り、進捗中の事業を見事取りまとめると、自分の苦悩につけ込み、手玉に取ろうとした二人の義士を屈服せしめる。法約には内藤拓役、事業は事業がある。 ありがとうございます。